にちは、さひです。今日はですね、これからの季節とっても気になる匂い対策についてお話ししていきたいと思います。自分の体臭って人にどう思われてるかね、すごい気になると思うんですけれども、今回はですね、特に足の匂い対策についてお話ししていきたいと思います。一般的にこう匂いで気になるところってね、こう脇だと思うんですけど、まあ、脇の匂いを気にするっていう人が10人いたとしたら、そのうち8人は対策をねちゃんとしてたりするらしいんですね。でも同じように自分の足の匂いが気になるっていう人が10人いたとしたら、そのうちね2人しか何かしらの対策をしていないらしいんですよ。もうとっても少ない結果ですよね。まあ、確かにね、こう分からなくもないなと思って、こんなにねこう種類豊富に制汗剤とかあったりするわけでもないし、ずっと気になるっていうよりかは、なんかこう居酒屋さんとか靴を脱いで入るご飯屋さん行った時とか、あとはねこう友達のお家にお邪魔した時とかね、靴を脱いだりする時に、あ、私大丈夫かしらみたいな感じでドキッとねすることもあると思うので、今回はね足の匂いの対策をご紹介していきます。まず匂いの原因として考えられるのが大きく分けて3つです。まず1つ目が雑菌、2つ目が爪垢、そして3つ目が疲労臭です。1つ目の雑菌、これがね匂いの主な原因なんですけれども、特に汗、足の裏には汗の腺と書いて汗腺がねとっても集中してあるみたいで、1日にどれぐらい汗かくかっていうと、なんとねコップ約1杯分の汗をかくみたいなんですよ。足が蒸れるとこう湿度も上がっていって、まあ、菌がね繁殖しやすい環境になっていってしまうので、特に通気性の悪い靴下だったりパンプス、あとブーツは要注意ですね。そして2つ目の爪垢、これも汗だったり、あとは古い角質が爪の間にねこう溜まっていって、そこから匂いを発してしまうんですけども、やっぱりね手の爪よりも足の爪の方が伸びる速度も遅かったりするので、まあ、結構見落としがちですよね。こう私も爪切ってたりすると、あ、溜まってるみたいな時ありますもん。そして3つ目の疲労臭、これね私も知らなかったんですけれども、疲れが溜まっていくと腎臓とか肝臓の働きがね弱まっていって、本来尿として出るはずのアンモニアが血液によって全身を巡って皮膚からね出てきちゃうらしいんですよ。特に立ち仕事などしていて疲れてくると、下半身にね老廃物が溜まりやすくなっていって、こう足からね匂ってきたりするらしいんです。まあ体質によってね手汗がねよくかくとかね足汗かくってあると思うんですけれども、どんな人でも匂う要因っていうのはね絶対あるので、こう対策がね必要になってきますよね。今ご紹介した3つの匂いの原因、これをねどうやって対策していくかということなんですけれども、まず1つ目は正しく汚れを落とすということですね。皆さん毎日お風呂でね体洗うと思うんですけれども、足の裏までしっかりと洗ってますか？ちゃんと対策したい方におすすめなのが、あの保湿成分が入っているボディーソープでそのまま足を洗うよりかは、やっぱり足用の石鹸を使ってしっかりと泡立てて、手でを使ってね深いところのね足の指の間とかをきれいに洗ってあげる。そうするとねしっかりと汚れも落ちてくれて、とっても気持ちいいと思います。あとは先ほども言ったように爪垢のね汚れが気になるっていう方は、爪用のブラシを使ってねきれいにしてあげるといいと思います。優しくマッサージするようにやるとめちゃくちゃこれ気持ちいいですね。そして2つ目は、これからね暑くなる季節にはやっぱり通気性のいい靴下をあえて選んだり、靴もねできれば毎日同じ靴を履いてしまうとやっぱり菌が繁殖しやすくなってしまうので、靴も何種類かね使い回してちゃんとね休ませてあげる時間を作るのはいいと思います。あと私は靴箱の湿気対策もしっかりしたいので、こういった除湿剤を必ず入れていたり、消臭効果のあるこういったシダウッドの木の棒、これを靴の中に直接入れています。これからの季節特に繁殖しやすい時期になってくるので、こういったね別の対策も必要かなと思います。そして最後3つ目、これがね一番効果が高いと思うんですけれども、明矾配合の匂い対策グッズを使うことです。明矾が汗を抑えてくれる効果があるので、そういったものをねこう気にして探すといいと思います。今回私がねおすすめしたいのはこちらの2つですね。デオナチュレの足指サラサラクリームとソフトストーン足指です。
こちらね、よく薬局でも見ますよね。もう使ってる方も多いんじゃないかな。どちらも焼き明板配合で、有効成分がしっかりと密着してくれる直塗りタイプになっています。そしてね、全くベトつかないという特徴がありますね。もう見た目もおしゃれですよね。全然制汗剤っぽくない、なんかコスメみたいな感じ。本当にどちらも使ってみたんですけれども、もうすごい本当にサラサラで、クリームの方はアットコスメベストコスメアワード2017年に殿堂入りしていて、テクスチャーはね、固めのクリームっていう感じなんですけれども、しっかりとね塗り広げるとスーッと伸びてくれて、塗った瞬間から本当にサラサラなんですね。あとは気になる足の指の間もしっかりとね塗り込むことができます。足の裏にクリーム塗ったりするときって、こうベトベトすると、その後なんか歩くのもちょっと嫌だったりとかすると思うんだけど、本当にこれサラサラしてるので、そのまますぐ靴下とか全然履けちゃうぐらい。こちらのスティックタイプも同じように塗った瞬間からねめちゃくちゃサラサラなんですけれども、これはねこうクリームのように指でね塗り広げなくてもいいので、手を汚さずにねしっかりと対策できるっていうのもいいと思います。足の指もしっかり開けば、指の間もねささっとこちらで塗ることができるので、とっても時短にもなるかなと思いますね。でね、こちらどちらもねティーツリーハーブのね香りということで、すごいねすっきりと爽やかな香りがします。塗るタイミングはストッキングとか靴下履く前なので、私はねこれをあの玄関のところに置いといて、あ今日ちょっと塗った方がいいかなとか、履く靴によってこちらをね塗るようにしています。ちなみにこちらね、ベオナチュレの男足指サラサラクリーム、メンズ用もあるんですよね。これはね弟にプレゼントしたんですけれども、弟結構ね足汗がねすごいかくっていうのを気にしてたので、やっぱね塗った瞬間すごいサラサラになってましたね。で香りがね、メンズはちょっとね違います。ちょっとメンソールみたいな香りかな。汗をかくっていうのはね本当に仕方ないことなんですけれども、しっかりと対策をすればやっぱりねこう自信にもつながると思うので、事前にね匂いを防ぐケアっていうのもね本当に大切だなと思いました。ということで、今回はですね足の匂い対策についてご紹介していきました。こちらもねドラッグストアとかで必ずあると思うので、気になる方はチェックしてみてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。顔に近づければピント合うけど。近づかなかった。ヒート。